美智子遅いな。前に告られて振っちゃったんだよな。正直全然タイプじゃないし、何回告られても一緒だって。ごめんね、急に呼び出したりなんかして。はっ、え、美智子？そうだけど、どうしたの？え、あ、いや、うん、全然、ごめん。来てくれてありがとね。あれ、こんな胸でかかったか。で、今日はどうしたの？振られてもやっぱりコウジ君のことが忘れられなくて。ああ、やっぱりそうきたか。けど久々に会ったら明らかに雰囲気違うぞ。私この数ヶ月綺麗になるために頑張ったんだ。そうなんだ。顔とかは全然変わってないと思うけど。コウジ君、私綺麗になったかな？ああ、綺麗になったよ。本当？嬉しい。頑張ってよかった。まあこのくらいのお世辞はいいか。てか絶対胸がおかしい。前からこんな大きかったっけ？綺麗になるためってことはまさか。ちなみにどんなことを頑張ったの？一生懸命ファッションのお勉強して。なるほど。他には？あとはお化粧のお勉強とか。もっと他に？実はちょっと胸をその小さいのがコンプレックスだったから思い切って大きくしたの。はぁ、全然気づかなかったよ。そう？気づかれないのもそれはそれでちょっとショックだな。いや、そういうことじゃなくて、美智子のことを胸で見てなかったから。ありがとう。マジかよ！こんなに胸が大きいと話が変わってくるじゃん！俺大の胸好きだよ！胸生まれ胸育ちだよ！まさか、そのことバレてた？でも、この流れでいきなり OK 出すと、ただ胸が目当てで付き合うやつだと思われるじゃん！コウジ君、胸が大きい子、嫌い？嫌いじゃないけど、あんまり女性のことを胸で判断しないから。そうなんだ。神様！お、嘘ついてすいません！ちなみに、G カップになったんだ。G なんだ。おう、まさに、ジーザス！実はさ、俺、この数ヶ月間、美智子のことを考えてたよ。本当は俺、美智子のことを好きなんだなって。コウジ君！だから今から、美智子の家行ってもいいかな？全然来てもらってもいいんだけど。じゃあ今すぐにでも！ただね、私の家、ゴミ屋敷なの。全然片付けできなくて。でも、そのくらい大丈夫だよ。俺の部屋もすげえ汚いし。あとね?いびきがひどくて。いびき？まあ、女性のいびきくらい平気だよ。ブルドーザーかよって言われるくらいひどいの。俺、騒音とか気にしないタイプだから大丈夫。ありがとう。あとね。まだあるの？なかなか癖も治らなくて。何の癖？家にいるとつい鼻くそ食べちゃうの。鼻くそ、うまいよね。コウジ君大好き。やっぱりGには抗えない。